吉田です。愛香です。いやー、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はこの動画でお金に愛される習慣についてお伝えします。イエーイ。みんな大好きですね。はい、みんなお金の大好きなくせにさ、お金の話をさ、したらダメとかさ、何なんですかね。ほんまやな、かわいそうやな。お金大好き。はい、じゃあね、お金に愛される習慣、はい、まず、はい、吉尾と愛香にとってのお金とは何かについてまずお話をしたいと思います。吉尾さんはお金はどう思ってますか。お金のことは僕は愛するパートナーだと思っております、うん、つまり愛香と同じ存在に位置しております、はい、つまり愛香。愛香です、はい、じゃあ1万愛香は、1万愛香がわーいわーいって、まあ、1万円札を分かりやすく1愛香としたら、ああなるほど、そうだから、お財布の中にじゃあ例えば10万円入っていたら、10愛香がわーいわーいってよしよーよしよーっていう状態。うん、楽しいね。めちゃめちゃ楽しい、こうやってね。そうこれじゃあ3愛香だ。そう、3愛香、3愛香は、まあ、3万円とかね、そうという考え方ですね、はい。ってことはさ、まず言いたいのは、お金に愛されたかったら、お金、愛せよなんですよ。なるほど、マジで愛せよ、先に愛せよと、愛を求めんじゃねえと、恋愛パートナーシップもそうで、彼に愛されたいけど先に愛して損したくありませんっていう人が多いのよ、だって嫌われるのが怖いし、別れた時が怖いから、その保険のために先に愛するの怖いです、愛しませんっていう人が多いので、それお金も一緒、入ってくるなら使いますけどみたいな。それはずるいよね。そう、お金じゃあくれるならちょうだいみたいな。でしかもそれを使わずに取っておいたりとか、そしたらそんなんてお金喜ぶと思う？束縛や、そう、 DV と一緒や、お金たちは自由に生き生きと幸せに生きたいわけですよ。生きたいわけですね。そう、お金をね、先に愛せよ、なるほど、なんですよ。じゃあお金をどうやったら愛せるのか、愛することになるのかっていうお話をしますね。皆さんお買い物しますよね。はい、お買い物しますね。お買い物しますよね。その時にこれ重要ポイント、得ではなく、大好きで選ぶ。なるほど、これがお金に愛される習慣と言っていいですね。そうですね、はい、これこそがそうなんですけど、これはお金に愛される習慣でもあるし、はい、お金を愛する習慣でもあるんで、ね、おお、なるほど、表裏一体得ではなく大好きで選ぶっていうことはもうお金愛してることになりますから、この行為こそが。なるほど。じゃあ皆さんね、お買い物みんな大好き、100円ショップを思い浮かべてほしいんですけど、100円ショップでこんな発言をしたことはない、例えば、見てこれ100円見えへん関西人か、よくあるね、全員関西人な、これ見えへん、100円やって見えへん、お得、おーね、はいはいはい、でこれで買ってしまうということは、つまり、そのものを手に入れた喜び、喜びっていうのがあんまり感じられていない状態なんです。確かにお得ラッキーっていう感じは強いもんね。そう、お得とこれ大好きってなんか違うでしょ。違うね、これ共存しないんですよ、お得で大好きって先にやっぱお得が来ちゃうから、その自分のこの喜びをお得というもので感じちゃってるのね。なるほど、お得で喜んでんの、わかる？わかる。お金ってそもそもこれ交換チケットでしょ？なんかそうですね、なんか、じゃあハートのモニュメント、謎の物体、怖っ交換チケット、交換ですね、はい。ってことはさ、本来の性質として、
この物と交換できてとても嬉しいというものが基本のベースとしてあるんですよね。なのにいつの間にやらこの差額分、うん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 、ここに喜んじゃってるのよ。なるほど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 。それは物に対しても買う物に対してもお金にも失礼だよね。うん、そう、うん、物にもお金にも失礼だよね、うん、なので実はこう多くの人がやってしまっているこの行動っていうのがお金に愛されないしお金も愛していないっていうことなんですよ。なるほど。もうこれ分かりやすいのはあれだよね、パートナーに置き換えると、うん、その人が好きだからじゃなくて、うんうん、その人いるとお得だから付き合ってると一緒だよね。そうだよ。そうで、めっちゃ失礼じゃない。だ相方いると綺麗だからとか自分に花が持てるからとかさ、うん、高学歴だからとかって思うってことだよね。そう、なんかこの人と得をするからいるって、うん、この人ってはいい人脈がもらえるかもしれないからとか、うん、仕事のためになるからとかね、そういうとこばっか見てその人本体を見てないと、うんうん、そう、その人本体見てない、ほんまにそう、うん、で、このお金が回らない人っていうのは、うん、結構この対人関係でもこれをやってしまってる人。いや間違いない、うん、何を隠そう、私なんでね、私、私、吉尾君もやってました。僕はやってましたね。やってました、うん、よしお。そう、やっぱりなんかこう癖になっちゃうんですよね、うんうんうん、全部こう一緒なの分かる。こうなんか基本系がね、ベースが一緒ですね。そう、一緒、はい、根源一緒なんですよ、うんうん、根源同じってことを知ってほしい。あ、なんか削れちゃった。あ、なんか削れちゃった。根源同じ、根源同じ、お金もパートナーも親も人生の悩み、うん、全部根源同じなんですよ、うん、全部共通点があるんですよね。大切なのはじゃあ得ではなく大好きっていうのがポイントで、うんうん、これが 91% 好きでもダメなわけですよね。 100% 大好きを選んで買うとそのものを手に入れてお金を払うことにも満足をすると、うんうんうん、ありがとうと思えるとよね。そうだね、うん、これで選ぶとねお金払うの楽しいの、うんうんうん。でこれはパートナーで言うと、いやいや、じゃあ僕も今楽しい時間を過ごしてきてるから、じゃあ愛花も楽しんでいろんなとこ行ってらっしゃいみたいな感じになるもんね。うん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 、うん、そう、そしたらねお金にも私意思があると思っててね、うん、こうやってわあお金楽しい、払うの楽しい、行ってらっしゃいって送り出されたお金ちゃんは、うん、遊ぼの人よしおくんすごくいい人だったな、よしおくんのところにまた行きたいなって思ってお友達連れてくるのよ。なるほど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 。お友達だぜって、イエーイ。私かよくあのお金ちゃんってこうやって書いてるんやけど、イエーイって。お金ちゃん、そうだ、意思はあるよね、絶対ある。だって素粒子レベルとは僕らと同じ物質できてるからね、うん、うん、そう、素粒子ね、うん、知ってますか、うん、皆さんね。そうなんですよ、全部同じなんですよね。そしたらどんだけそう、なんかそう同じものだと考えたらさ、うん、なんかもっと愛おしい存在に思ってきませんか、うん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 、仲間引き連れて帰ってきてくれる、うん、そうですね、うん、でこれをじゃあ、じゃあお金払って大好きで選んだら帰ってくるんですよねって質問が、はい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 、来ますよね。よく来るんですけど、はい、それもがめついんですよ。でもどっちかってその入ってくる方のお得を見てるもんね。そう、うん、結局さそっちの帰ってきますよね、何倍にもなってっていうさ、ほらやっぱりそこ見てるでしょって、うんうんうん、そうじゃなくてもう大好きで選べたら、うん、それだけで大満足の人生でしょっていうことを言いたいの。その分ね、その分その対価として3万愛花を払った時に3万愛花分を出してもいいようなものを手に入れてるわけですからね、うんうんうん、それだけで満足ですよね。そう、うん、でそれでやっぱり満足できないっていうのは自分が 100% 大好きで選べてない証拠ですよね、うん、なるほどなるほど。で一つ言いたいのが、100円均一がダメじゃなくて、100円均一のものでも自分が大好きなものだったら100円でもいいってことですよ、うん、あ、そう。だから全てブランドもの高級品を選ぶんじゃなくて、本当に好きなものがたまたま100均にあっただけっていう形だったらいいと思うんですよね、うん、それめちゃくちゃありがとう、その話してくれ、はい、素晴らしい。なんかそうで、僕はそのコーヒーが好きなんですけど、うん、ずっとコンビニのコーヒーしか飲んでなくて、うん、だけど
スタバとかいろいろなところをコーヒー飲んで、やっぱ結局一番好きなのってそのミニストップのコーヒーだよねとかっていうふうに思えたんですよね。美味しいよね。そうなので、その高ければいいとかじゃなくて、本当に自分が好きなものがたまたま100円だったっていう、その値段がたまたま高かったとか安かっただけでいいと思うんだよね、うん、だからこの値段の大きさは関係ないです、はい、ちなみに私今財布、うん、あの100均のポーチですよ。確かにポーチなんです。そうですよ、うん、でこれもなんでかっていうと、お財布もさずっと探し続けてんの、あのハイブランドからで島村まで探して、小銭入れは島村なんですよ。そうです、ね、めちゃくちゃ気に入ったから。でその財布、お札を入れる財布に関しては本当に見つからなくって、なので今自分の中で最大限 100% 可愛いと思っている100均のポーチを使っているんですよね。そうですね。はい、ということでこのお金に愛される習慣っていうのは得ではなく大好きで選ぶということです。お金にも意思があると思ってほしい。でお金は愛するパートナーで、愛するパートナーに愛されたいんだったら先に愛せよ。なるほど、大事ですね。もう先にお金をたくさん愛しちゃってください、はいはい、ぜひやってみてください。はい、それではこの動画が面白かった、勉強になった、参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。